ったんです。和井工房高岡正雄さんで知って得するアルファベットの基礎知識です。よろしくお願いします。では和井工房の高岡です。後ろの方聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。はい、今日はですね、皆さんほとんどの方がウェブデザイナーということで、私はその辺に対して非常に弱い、おそらく皆さんの中で一番知識がない人間だと思いますけれども、それがなぜここに登壇するかということはおいおい分かっていただけると思いますけど、私は今お配りしたポストカードにあるようにですね、金属活字って皆さん見たことあります？実際のものを使って、活版印刷、直接インクをつけてハンコのように押し付ける印刷方法ですね。皆さん多分、身の回りにあるものは多分オフセット印刷という方法で刷られているのはほとんどだと思います。日本の出荷額でいうともう 97% が、オフセット印刷、その他がスクリーン印刷、あるいはシルク印刷ってなってまして、活版印刷は多分統計に乗らない、多分その他というような扱いになるぐらい、日本で今ないんですね。私は未だにその印刷方法で印刷してるんですけども、それはなぜかというと、うちでは印刷する内容がですね、ちょっと遅れましたね、名刺とか、招待状だとかレターヘッドだとか、あるいはディプロマという賞状だと、まあ、オーブンがほとんどですね、まあ、もちろん日本ですから和文もやっているんですけれども、オーブンをやっています。で、書籍ですと、まあ、ほとんどタイトルページ以外はですね、内容の本文は、ほとんどは同じ書体を使ってずっと延々とそのページを埋めていくんですけれども、私がやっている刃物と呼ばれる印刷はですね、その使用目的とか内容によって書体とか組版とかをいろいろ変えていかなきゃならないんですね。で、私の会社ではですね、大体、私もよく分かってない部分はあるんですけど、大体300書体ぐらいの金属活字があります。300書体って言っても多分皆さんは、あ、俺はその何倍も持ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、重さで言うと5トンぐらい、5トンってどのぐらいかっていうのまた分からないと思うんですけども、かなり重いですね。それはポイントといって、サイズですね、つまり6ポイント、8ポイント、9ポイント、10ポイント、12ポイントというふうに、サイズもそうです。サイズごとに、全部 AZ が揃ってなきゃいけないということでこんなになりました。皆さんのやってる仕事ではですね、こうパソコンの中にどのぐらいの書体が入っているか分かりませんけど、大変羨ましいんですけども、未だにそんなことをやっています。で、それはなぜそういうことをやってるかっていうか、そういうことをやるかというと、そのオーブンにはですね、日本と違って、目的に応じて書体のデザインを変えたりして作られているんですよね。まあ、皆さんがやってるデジタルの世界は、まあ、歴史から言うと20年とか25年ぐらいですね。その前の社食と呼ばれるものがあったのは大体70年から60年ぐらいだと思うんですけど、まあ、金属活字の歴史はですね、約500年ぐらいあるんですよね。で、500年間にわたって、まあ、黄金のことですね、培われた、まあ、書体のデザインだとかノウハウだとか組版っていうのは非常に私にとっては勉強になる。で、それを私が見ながら現代のオーブンの組版とかを見ると、もちろん金属活字ですから、こうこんな回ったりとかですね、皆さんお得意だと思うんですけど、文字が動くとか消えるとか現れるとかですね、そういう表現はできないんですけども、人が文字を読むという動作については、モニターも、こういう紙もあまり変わらないんじゃないかと思うんですよね。その中に特にオーブンにおいては、例えば長年に私で培われてきた、まあ、組合のルールというのもあるんですけれども、どちらかといえばマナーに近い形のものがあるんですよね。で、今ちょっと名前が偶然出ましたけど、井上和井さんっていう人が私の父の師匠で、もう、50年ぐらい前に亡くなった方なんですけども、その方がイギリス人のですね、オーブンタイポグラフィーを日本に入れた方で、まあ、父が唯一の内弟子であったもんですから、まあ、それを私が受け継いだもんですから、まあ、父から、入社以来いろんな話を聞いたり、あるいは実際の仕事として毎日取り組んでいるというのが、実態です。
で、その私はですね、うちにはやっぱりグラフィックデザイナーの方も多く見えられるので、その方に一緒に仕事をやるときに、まあ、ちょっと相談に乗ったりとか、これにしたらどうかねとか、こうしたらこうなっちゃうんだけどどうしたらいいんですかねっていうようなことを相談を受けてたんですよね。で、割と相談を受けるっていうことは、こちらに知識を求める部分が多いんですけれども、その中であれ、この方美大を出ているすごく有名なデザイン事務所にいる方なのに、あ、意外にこういう知識がないのかなとか、あれ、こんなことをやっちゃっていけないんじゃないかなとかっていうことがもうまま出てきてるんですよね。それを全部ですね、解説するわけにはいかないんですけれども、何年かまとめていくと、なんかこういうことをデザイナーさんの方はあまりよく知らないんじゃないかなとか、あれ、意外にこういうことやっちゃってるなとかっていうのが気づき始めたんですよね。それを蓄積して一冊の本にしました。それがオーブン組版っていう本なんですけれども、まあ、どちらかといえばこれは組版のことなので、ウェブっていうことではないんですけれども、実はこの本は今2年前に出た本なんですけれども、3年前ぐらいからこの企画をしているうちに、ウェブの組版についても書いたらどうでしょうかっていう話も実はあったんですけども、それは私の方でですね、いや、ウェブはもう年々どころじゃないですね、半年ぐらいにいろいろ技術革新があって、それをこう一冊の本にしたとしても、まあ、これはちょっと、今の段階ではこういうことはできませんよねって言ってたら半年後にできちゃったとかっていうことがあるので、まあ、あまり本としてはふさわしくないので、それはやめましょうって言ってやめたんですね。ウェブのことは書いてません、ほとんど。ただこの本が出てから私のところにですね、やっぱり若いウェブデザイナーの方がやっぱり応募を学びたいとか、応募の知識を得たいとかっていうことがあったものですから、じゃあ少しまとめて本をお話ししましょうとか、まあ、主にグラフィックデザイナーの方が多いんですけれども、そういう話をするようになりました。ね、私も日本の会社のですね、ホームページをよく見ます。まあ、そういうウェブデザイナーの方からそういう話があったから割とよく見るようにしてるんですけど、その時に必ず、日本語で書かれたもちろん企業の、ホームページを見るんですけど、まあ、かっこいいな、すごく洗練されて、うまいなと思いながら、イングリッシュっていうところを押すわけですよね。そうすると写真とか絵柄は変わらないで、文字の部分だけが応募に、まあ、変わるわけですよね。で、途端にそうなると、あらというようなことが結構あったんですよね。あら、こんな約束事知らないのかな、あれ、こんなことやっちゃっていいのかなっていうようなことがあります。で、それは普通のなんか間違いというより、なんか明らかに知らないっていうようなことで、あ、なんかやっちゃってるな、英語の多分間違いはないと思うんですよ。だけど、あれ、こんなことやっていいのかなっていうようなことがまあまあありました。で、せっかくそれも日本のすごく小さな中小企業の会社じゃなくてですね、結構大きな海外にもいくらでも拠点があるような大きな会社でもやっぱりそういうことをやられてるっていう部分があるので、これはなんかダメっていうよりは損ですよね。こんなに優れた日本の会社があって、いろんないい製品を売ってるのに、それを表現する英語のサイトはこうなっていいのかなっていうようなことが非常に、全部ではないですけどあったもんですから、まあ、今日はですね、まあ、なんか基礎というとおこがましいんですけれども、こんなこと知ってるよと思うかもしれませんけれども、ちょっとその辺からおさらいという意味で皆さんに、私の時間を使っていただけたらと思っています。これは金属活字で組んだものですね。もう本当に金属ですから、鉛とスズとアンチモニーって合金を使っている、ものですね。で、昔はこれはこう組んで、手で組んで一本一本拾って組版にして印刷機にかけた、重いんですよね、重い汚いっていう、まあ、3K なかったかな、 3K という、今皆さん多分綺麗なオフィスで、空調の効いたところで作業されてると思うんですけど、私のところはまあ暖房ぐらいはありますけども、あまりいい環境ではないですね。で、もちろん本業である活版印刷を今までにちゃんと私やってるんですけど、その他にいろんなこともやり始めています。で、まあ、本を書いたりもあるんですけども、コーポレートタイプっていうのはこれランタイプって皆さん知ってますよね、フォントメーカーですけど、今最大、世界最大級になっちゃいました、最大級から最大になっちゃいましたね、
ノータイプとノータイプくっついたというか、サッカーに入ってしまったので、永遠のライバル会社だったのがくっついちゃったんですよね。で、今、モータイプグループとして世界最大の、フォントメーカーになっていますけれども、そこの、まあ、なんかすごい極東顧問とか言って、すごい偉そうなことですけど、そんな大したことじゃないですよね。たまたま2004年にサントリーさんという会社がコーポレートタイプ導入したときに、前から関わり合いがあったものですから、私も、導入のお手伝いをしたものですから、そういうことをやっています。あと、そうですね、ここで言うと、面白いかもしれませんけど、デジタル機器のメーカー、海外に輸出する機器のこういうところにある表示ですね、モニターじゃなくて、表示、ストップとか、ファックスとか、そういう表示についてコンサルティングをやりました。で、結構限られたスペースにそういうものを入れるということと、あまりタイポグラフィーとしては成立してない部分だったと思うんですけども、そこにお手伝いをしました。で、今ちょうどやってるのはですね、集英社さんと一緒に、あそこの漫画のですね、世界配信をのための吹き出しですね、吹き出し、セリフの吹き出し、そこのオーブンの、タイポグラフィーの監修をやっていました。もう年末で多分12タイトルとか14タイトルとかも配信されていると思うんですけど、まあ、そういうようなことをやっています。なんか、それは、私はカッパ印刷をやってきてよかったなっていうのは、そういうところには実はあるんですよ。じゃあ本題に入ります。で、まあ、今日お話しするのはこんな形でお話ししたいと思います。限られた時間ですので、本当に入り口という形になってしまいますけれども、そんなことでなんかアルファベットを使うことの、なんていうかな、恐れっていうよりはその興味を持っていただければすごく嬉しいなと思っています。皆さんが今アルファベットっていうふうに言ってますし、なんかこの周り中に ABC が並んでますけれども、まあ、ここにアルファベットって書きましたけれども、京都の皆さん、私の皆さんの間ではアルファベットではなくてラテンアルファベットと呼びましょう。単にアルファベットというと違う言語でもやっぱりアルファベットという場合があるので、皆さんが中学の英語の時間に習った、文字 This is a pen、まあ、今はそういうこと言わないみたいですけども、そういうことが表されている文字のことをラテンアルファベットというので、今日はアルファベットといえばラテンアルファベットということで、認識していただければなと思います。よく学生にですね、聞くと、まあ、イラストレーターというソフトウェアでですね、文字っていうのをクリックするとフォントがバーって出てくるんですよね。で、彼らはあれをですね、アップルが作ったと思ってるわけですよ、本当に。で、あるいはですね、スティーブ・ジョブズが作ったとは思ってないみたいですけど、まあ、すごく簡単に、なんかただいっぱい形が並んでて、それを見た目でかっこよく使えばいいなっていう感じでいるみたいなんですけども、もちろん見た目というのはものすごく大切なんですけども、なんかその背景にあるものをですね、ちょっと知ってると、なんか、あ、こういう時には高岡が言ってた話で、この本当はあ、こういう経歴から来てるのかなんていうことを思っていただければちょっと嬉しいなと思って、わざとというか歴史なんていうね、ちょっと眠いかもしれませんけど、お付き合いいただければと思います。今我々が使っているラテンアルファベットはですね、もともとどっから来たんでしょうか。どっから、まさかいきなり、モニターとかにできてたわけじゃなくて、どん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 こう遡っていって、一体どっからそのルーツがあるのかなっていうふうに思うとですね、諸説はあるんですけれども、どうもエジプトの象形文字あたりからそれが出発点じゃないかなと言われています。もしかするとそのもっと前にもサビ文字とかありますから、それを、ルーツと言えないことはないかもしれませんけど、まあ、文法的なことだとか、そういうことが成立までいかないかもしれませんけど、なったっていうのは、まあ、エジプトの象形文字かなというふうに思われています。まあ、一応3000年、紀元前3年、3000年って書いてありますけど、トータルって言うと5000年ですよね。まあ、大体5000年前からあったのじゃないかと言われていますけども、私5000年前から生きてるわけじゃないんで、もしかすると4800年かもしれませんし、5500年かもしれませんけど、
まあ、あまりその辺は皆さんにも私もあまり関係ないんで、まあ、大体5000年前ぐらいにあった、象形文字からできているんじゃないかなと言われています。まあ、あの一番上の段ですね、まあ、見ていただけば分かる通り、なんか映画とかですね、アニメかなんかで、まあ、たまにこういうものを、目にすることもあるかもしれませんけど、まあ、見て分かる通り割と単純な線で、まあ、太陽とかですね、魚とか、まあ、蛇とか山とかって割とこう単純な形をあの、まあ、単に並べている感じなんですよね。まあ象形文字のことは、まあ、別に表意文字ですね、意味を表している言葉、まあ、日本語で言うと山とかですね、川とか、まあ、魚とかっていうのが、まあ、一つ象形文字だと思うんですけど、まあ、そんな感じで使っていたんですけれども、まあ文明が発達していくと、もうちょっといろんな表現が必要になってくると思います。例えば綺麗とか美しいとか、あるいは、まあ、困っただとか、苦痛だったとか、あの俺は偉いんだぞとかっていうのは割となんか形にすることができないので、だん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 表意文字から表音文字に変わっていったと言われています。日本にあるフェニキア文字とありますけど、フェニキアっていうのは何ですか、民族の名前ですね。どうもこの人たち国を持たなかったと言われているんですけども、あの、地中海がありまして、エジプトがありまして、だいたい皆さん頭の中に地図を浮かべていただければと思うんですけど、エジプトの象形文字をですね、地中海とエジプトの間にあるところに住んでいたというフェニキア人がですね、まあ、交流をしていたので、当然そのエジプトの象形文字を見聞きしていたわけですね。でフェニキア人も独自の文字を持っていたらしいんですけども、どうもかなり影響をエジプトの象形文字から得ていたと言われています。でフェニキア人というのは航海術に造船とか操船ですね、操船技術に優れていたと言われているので、地中海を中心にして交易を始めていました。でどこと交易していれば、まあ、あの地中海に沿岸にあります、例えばギリシャとかですね、そういうところと交易、まあ、交易というとすごくいい言葉ですけども、まあ貿易とか略奪とか侵略とかも含めて交流を得ていたんですね。で当時ギリシャにもなんか古代の文字があったと言われているんですけども、どうやら大きくフェニキアの文字の影響を受けていたんではないかと言われているので、まあ、アルファベットの祖先子孫のことをフェニキア人という人もいるし、あるいはギリシャ人と混じってという言い方をするかもしれませんけど、まあ、3行目はギリシャの初期の方の文字ですけど、だん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 今我々が使っていたアルファベットに似てきた気がしませんか。あるいは2行目のフェニキア文字の一番向こう側ですね、これ A っていうような感じらしいんですけども、これもなんかちょっとなんか見たことありますよね。 A がこう斜めになったんですけど、まあ、こういうのもロゴとして使っているところがありますんで、まあ、その辺が伝統といえば伝統なんでしょうけど、まあ、だん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 こう今日我々があの見聞きしているP とか K とか T とかなんか馴染みはありますよね。なんかそれをギリシャで大きく使われていたようです。もう一つ、地中海には、古代文明の繁栄した国として古代ローマ帝国がありますね。でもちろんギリシャもフェニキア人も、ローマとも攻撃していたんですけども、どうやらですね、ローマはギリシャから使っていた文字の20字ぐらいをですね、自分たちこう、まあ、流用していて、今度は今我々はこういう文字のことをローマ字って言いますけども、このローマ字そもそも20字ぐらいをギリシャから、まあ、盗んできたというか、かぶらってきたというか、利用したというか、そういうものの中から、G、Y、Z を足して23字で使っていたんですよね。23字足りないですよね。今我々が使っている26文字で、文明が発達していくとやっぱり文字が足りなくなって、いろんな表現をしたいときに字が足りなくなってきて、まあ、I から下を伸ばして J を作り、V を
舌を丸めた感じで U を作り、 W を V を2つ重ねた形から W を作ったわけです。皆さん、あのトライアンスの碑文ってご存知ですか？ローマにある、有名な碑文なんですけど、トライアンスっていうの凱旋を記念した、碑文なんですけども、現在のタイプデザイナーはですね、タイプデザイナーを志す上で必ずその碑文を見ているんです。つまりそれが例えば A という形があの A をしている、 B という字があの B 形をしている、それがとても美しいプロポーションで作られているっていうことが、例えば A のがこの幅だったら B のこの幅が美しい、C はこう丸まってたのが美しいっていうのをですね、参考にして今のアルファベットの基礎を作った方ですね。だからタイプデザイナー、いろんなタイプデザインを作っていますが、基本を一番大事にしているのはあのトライアンスの碑文のプロポーションだと言われています。ただ残念ながらトライアンスが作られた時にはこの I も U も V も作られていなかったんですよ。皆さん、あの V って、あ、ごめんなさい、 W っていろんな形があるのをご存知ですか？あ、下にあるのは、あ、ごめんなさい、ちょっと話転換します。昔の文章の中には例えばクイーンなんていうのは QU とスペリングしますけども、 QV とあったりとか、あるいは V を2つ重ねたりとか、そういう古いものはまだまだ結構あるんですよ。17世紀ぐらいまでまだこういうスペルをしていたのが結構あります。はい、話戻ります。皆さん W ってこういろんな形してますよね。V を本当に重ねちゃった形もあるし、くっつけた形もあると思いませんか？これなんて完全に VV ですよね。これはなんか V が完全に離れているというか、ただ接してあるだけ。じゃあこんなにたくさん、これ3セリフですけども、こういう3セリフもある。じゃあどうしてこんなに W がいろいろ形があるかというと、タイプデザイナーはですね、それをあのお手本がなかったわけですよ。トライアンスの碑文に W はこういう形してれば、こういう形してれば、後はデザイナーみんなこういう形したんだと思うんですけども、お手本にする形がなかったんですよね。それなんで、まあ、なんか要するにいろんなのを作っちゃったんです。別にだからこれが良くてこれが正しいとか、これはダメだとかっていうことではなくて、そのデザイナーにそのデザインを任された。例えば皆さん J ってありますよね。 J いろいろある。でも日本人に、皆さんみたいにちょっとあのデザイン関係の方はちょっと別にして、普通の方に J って書いてみなさいって言うと、割とこういう J を書くんですよ。こう下がくるっと回って、これはどういうのかというと、このあのトランプのジャックの J、 割とこういう形してるので、日本人が書く J ってこういう形、ちょっと丸かった形してるのが多いんですよ。あの私のところに何を勘違いしたか、デザイナーさんとかそういう人たちがですね、自分の作ったフォントをこう見せに来るんですけども、まあ、ここまでじゃないにしても割とこういう方面の J が多いっていうのは、なんかそんな感じするんですよ。もう一つ U、 U も実はだから V があったんで U がなかったんですけど、 U もこう、 U はまあ普通 U ターンっていうぐらいですから、まあ、U をこうぐるっと回ってますけど、こっちにありますね。これもこの書体の U なんですけども、下にこうトンと落ちてますよね。これも大文字の U です。いろいろありますよね。これでも大文字の U です。でここにこれはパーペチュアという書体なんですけども、これ U がちょっと出てます。 これはあのタイトリングっていって、あの大文字しかないバージョンがあるんですけども、そのタイトリングの A はです、 U はですね、実は金属活字だと両方ある、どっちもあの使っていいですよ、それを使う人の自由ですよって言って2つ用意されてるんですね。でどうも今のデジタルフォントのにはこの1つしか用意されてないみたいです。だから活字をやめられないんですよ私は。まだひどい、ひどいっていうか、あのダメなのがいっぱいあります。今日女性の方多いですけども、あの資生堂のハクっていう化粧品ご存知ですか？あのハークっていうパッケージもそうですけども、あの縦組でハークって書いてありますね。あれパーペチュアのタイトリング
で、U、把握の U はこう、この U を使ってる。実はうちはあれ、あの清釣りをやったんです。清釣りっていうのはあの元になるものをうちで活版印刷したのをあの施設さんに渡して、まあ、それもちょっと取りやすいするんですけど、ああいう形にしたんです。その時に私の提案でこう2つ用意したんですよね。こ両方ありますよ、まあ、こっちがいいんじゃないかと思いますけども、こっちも一応あの印刷しておきますよって言って、こう2つこの U と普通の U、 普通の U、 ただのこういう U をあのプレゼンテーションしたんですけど、まあ、結局こちらを採用したみたいです。で、2004年に私はサントリーさんと一緒にコーポレートタイプのお手伝いした時にですね、皆さんこのサントリーさんのロゴをご存知ですよね。で、まあ関係者にですね、これ割といろんな一割じゃなくて質問があって、これ U と N 小文字じゃないの、T とか R とか Y は大文字じゃないのっていう質問が結構あったんですよ。じゃあこれってどういう書体なのかなっていう方がよく分かってないんですよね。結局なんか U はこの形が小文字に見える、で S だって小文字ですよね、 O だって小文字ですよねって言われた時どうしようってことですよね。だからこれあの書き文字なんですよね、あるカテゴリーから言わせると。だからこのストロークから見ればこの U も N も全然不自然じゃない。ここにスクリプト体、後から解説しますけど、書き文字の文字が何で、これ U、これ大文字なんですよ。似てますよね、なんかね。外国であんまりそういうことを断らないみたいですね。なんか日本人らしい質問かなっていう気がしますけど。それではですね、大文字と小文字の話をします。皆さんは、英語の時間でも、まあ、フランス語とかドイツの時間でも大文字と小文字が使い分けてると思うんですけど、そもそもですね大文字しかなかったんです。アラビットって大文字しかなかった、小文字はなかった。別に大文字だけで良かったんですよ。別に急いで書く必要がないっていうか、書けなかったです。急いで筆記具があまり良くなかったのと、インクとかあるいは書く相手ですね、まあ一般的には紙だと思うんですけども、性能が悪かったのでそんな滑らかに字を書くことができなかったし、書く必要がなかったんですよ。で、日本語の場合はですね、急いで書くと、縦書きで急いで書くとどうなりますでしょうか。皆さん、楷書だとゆっくり丁寧に、字を自分の名前でも書いていくんですけど、こう急いで書くと前後にぶれていくんですよ。前後に崩れていく。で、アルファベットの場合ですね、急いで書くと斜めに崩れつつ、実際あの縦横にずれていく。で、文字が斜めに変形を起こす。それは多分実体験として皆さんあると思うんですけど、だん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 大文字を急いで書いてるうちにだんだん崩れていって、上下にぶれていく。まあなんかこれが今我々が使っている小文字ですけど、これなんか中間の文字がありますね。これも書体としてあるんですけども、なんとなく大文字から小文字になった時のことを表現している書体なんですけども、これリブラという書体なんですけどね、今金属活字、デジタル本でもあると思いますけども、まあなんか B は全然変わっちゃいましたよね。でも C はほとんど変わってない。つまりオタマジャクシがカエルになるときに、みんな一斉にカエルになるわけじゃなくて、足が出てるのもあるし、手がなくなるのもありますし、でもなかなかこう変わらなかったり、あっという間にオタマジャクシがカエルになったのもいるし、なんかそんな変化は起きてきたようですね。つまり大文字から小文字が生まれた、まあ、我々がかなから、ごめんなさい、漢字からかなを作ったのと同じような感じかもしれません。これの話はのオチは、オチっていうか結論はですね、つまり大文字で書くことが正式なんだよ。大文字から書くことが正式だから、人の名前とか会社の名前は大文字というのが一般的です。一般的です。ただし、本当に気になる
ことが最近私の中にもある。私は展覧会とか行くの好きなんですけども、その時図録というのをよく買うんですよね。その展覧会の図録を買うと、最近だと後ろ側にですね、英文でその解説とか書いてあるんですよ。それはまたひどい目を覆いたくなるものの、組み合いもあるんですけども、その時にですね、大体共産企業とか出てくるんですよね。一番最後の方に大きな会社がこのあれを展示会を共産してますよっていうと、その大きな会社の社名をですね、全部覚えて書いてあるんですよ。なんとか、まあまり具体的にはちょっと言いづらいですけども、まあ、大きな会社はそのロゴがですね、大文字だったりすると、全部その文中のもの、会社名も全部大文字で書いちゃったんです。で、実はそれは非常にあんまり良くないですよね。要するに、この話し言葉でなんか私が例えば、ポッカコーポレーションだとか、サントリーとかっていう時に、なんかそこだけ大声で言ってるみたいな感じに聞こえてしまうんですよね。だからサントリーっていう会社ととか、ポッカの、今水を飲んでますって話をしたって、別にそこだけ大きく言う必要ないじゃないですか。だって分かるもん。そこの文中にあるときには大文字小文字でスペリングするっていうのが私はいいんじゃないかなと思っています。そんな大文字と小文字の話です。で、これ今までは、書き文字の話ですね。これから印刷の話に進みます。私は世界、書体師とかって話すときに、人の名前を言わないようにしてますね。あまりそれを言うと、その人の名前を覚えることに集中してしまうので、コンビニアなんかのときには人の名前を言わないし、一人だけ名前は必ず言うことにしてます。それはグーテンベルグという人ですね。グーテンベルグという、まあ、皆さんご存知だと思いますが、活版印刷を作ったと言われている人ですね。その人が本当が最初かどうかはちょっと今わからないんですけど、まあ、一般的にはその人が活版印刷実を作ったと言われています。で、その時グーテンベルグが作った、印刷実の時の使った書体として、こういう書体がこの4行目の書体を、まあ、皆さん多分見たことあると思うんです。42行聖書とか免罪札とかを印刷した文字書体ですね。なぜこんな形の書体を選んだんでしょうか。それはですね、写本のイミテーションを作りたい、ね、つまり本というものはですね、それまで、書いていたものですから、もちろん印刷はないですから全部書き写していたものなんですよね。で、主に教会の写事書という人たちがいち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 写していたんですよね。で、写していたそのお坊さんの書いていた書体がこの書体だったので、でグーテンベルグはこの書体を真似て金属活にした。別に真似なくてもいいんじゃないの、もっと読みやすい字で書きゃいいんじゃない、ちょっと読みやすくないですよね。それはですね、理由があります。グーテンベルグという人はですね、お金儲けをしたかったんですよ。で、当時写本のお坊さんが作る写本はですね、売買はしてないんですね。売買はしなくて、主に、例えばそうですね、王様とか、大商人とかっていう人に、まあ、献金という形で、この写本を売っていたんですよね。一応高額で売っていたので、グーテンベルグという人はそれをコピーしたものを売れば、大量にそれを売れば大儲けになると思って、この書体を使って本を作ることを考えた。ただ、皆さんグーテンベルグの42行聖書って、まあ、多分世界史の教科書に載ってたと思うんですけど、組版形式はどうでしょうか。箱組と呼ばれる長方形の組版ですよね。で、お坊さんが、まあ、皆さんもそうですけど、お坊さんがこう手書きで書いていたうちはですね、ちょっと最後の本だって単語が余りそうだなっていうふうにしたら、ちょっと詰めて書くとか、ちょっと何時か最後まで余りそうだなと思ったら、ちょっと太くするとか、ワードスペース広げるとか、あれはなんかちょっと小細工しますよね。でも金属活字はそれはできないんですよ。だってハンコみたいなものを重ねていくんだから、文字数が違ってたら、その調整できないじゃないですか。でもこのグーテンベルグという人は、例えば A の幅を
いくつか種類作ったりとか、あるいは例えば ES なんていうのは普通だと E と S の活字を組み合わせるんですけども、 ES っていう一本の活字を作ったりとかしてですね、そうですね、300ぐらいの種類の活字を作ったと言われています。ただ残念ながら、まあ、結論から言うとグテンベルクとしては、大金持ちにも何もなれなかった。最後はあの裁判所かなんかの、なんか裁判記録か、差し押さえ証書かなんかにグーテンベルグという名前があったんで、あ、グーテンベルグが作ったってことは分かったぐらいの人で、残念ながら、非業の死を遂げてしまったらしいです。まあ、お金持ちにはなれなかったんですね。ただその活版印刷というテクノロジーがものすごく優れていたので、世界中にそのお弟子さんたちがその技術を使いました、伝えました。その中の、2人がベネス、今のイタリアのベネスですね、あそこに渡って、文芸復興 と、出版ブームとうまくつながって作られた書体が、まあ、後で説明しますけど、今日我々が使っているこのアルファベットの普通のローマ字の基本になったベネチアン系の書体と言われています。それから印刷文字に、読みやすい印刷文字になり、で一番下、これイタリック体って皆さん多分思ってるらっしゃると思うんですが、今はローマン体の従属的連続的書体ですけども、昔はですね全然違う書体だったんで、後で多分コンさんが解説してくれると思いますけど、単に曲げた書体ではなかったということですね。じゃ次にアルファベットの歴史を簡単に、こんなカテゴリーで分けられるぞと、で分けることに意味があるかどうかは別なんですけど、まあ、いろんな書体を見ると、あ、これはこんなような書体なのか、こんな風のカテゴリーなのか、ちょっと分かっていただくために、簡単な書体をの分類をちょっとお話しします。これはあの先ほど申したゴシック体とかブラックレターとか呼ばれています。ちょっとドイツ風と、まあ、その他の国の、まあ、オールドイングリッシュと呼ばれる場合もありますけども、なんとなくちょっと違いますよね。これすごくやっぱり読みにくい、まあ、あまりこういうので英語を組まない方がいいかなっていう気がします。で今言ったベネチアン系ですね。グリーンっていう、歌手グループで、 E があの横になってグリーンと伸びてますよね。あの E が横に、 E の横かなっていうのは別にこれを意識したわけじゃないですけども、まあ、大きな特徴として E が曲がっている、あるいは字軸、字のストロークが、軸が斜めになっているなんていうのが大きな特徴かなと。今我々が最も大きく使うローマン体と呼ばれている書体ですね、まあ、オールドフェイスという呼び方をします。いろんな呼び方ありますよ、まあ、オールドフェイス、まあ、E が水の横が水平になった、O が、まあ、ほぼ垂直になった。でもうちょっと洗練されてきて、だんだん細くなって、抑揚が垂直になった。これをトラディショナル、過渡期的書体、次にお話しするモダンフェイスの橋渡しをする書体として、オールド、トラディショナル書体と言われています。これはモダンフェイスですね。今、我々とファッション雑誌やなんかに多く使われています。まあ、強弱があまりなくなって、この細いセリフがあった書体ですね。次にエジプシャン。まあ、産業革命以降、こう広告という部分が大きくクローズアップするときに、もう目立つ書体、人目につく書体、まあ、可読性よりはこう人目に目立つ書体として、エジプシャンというのが出ていきます。日本ではこの書体のことをゴシックという人もいますけども、あの素人の方はゴシックでも構いませんけど、やっぱり皆さんみたいなプロはこれはゴシックと呼ばれると、さっきの、 ブラックレターの話になっちゃいますね。これはサンセリフと呼びますね。まあ、これも広告の時代にできた書体ですけども、今でもある程度本文組で使えるものもたくさん出てきました。ちょっとセリフについてこんなところに区別するといいかなっていうのをクローズアップしました。まあ、ベネチアンとオールドベースはセリフだけじゃあんまり区別はつきませんけれども、
まあ、だんだんこう細身ができて、最後はヘアラインになり、であるいはエジプシャンというスクエアセリフという、 こう四角形のセリフになり、そのセリフを取ったような形の三セリフ、そしてセリフによって、まあ、こういうような分類の仕方があるかな、あるいはスクリプト系、まあ、これは分類というよりこんなのがありますよということのご紹介なんですけど、一つだけスクリプトには大きく2つに分類できます。それはこのこういう上の段、この2番目の段のように、ストロークがくっついている書体、これをジョイニングスクリプトと言います。こうくっついている書体、もう一つノンジョイニングスクリプトって、これこう見て分かる通りこう離れている書体ですね。で、原則的にはこのノンジョイニングスクリプトはこういうような大文字だけで表記できますけれども、ジョイニングスクリプトは大文字表記はできません。原則としてはそれやっちゃいけない。で、ノンジョイニングスクリプトは大文字だけで表記することができる。ただし例外的にこの2つは大文字表記だけでもできますよという。で、この小文字、ジョイニングスクリプト、こういうスクリプトを、小文字をスペーシング、大きくスペースを入れるという使い方もないわけじゃないですけど、原則的にあまりやってはいけないんじゃないかというのが私の考えです。これが金属活字の、これ一応しっぽいことの活字なんです。すごいでしょ、アルファベットの使い方、ごくごく簡単に。スモールキャップについてお話しします。スモールキャップというのは大文字ではなくて、大文字の形を持ちながら小文字の大きさぐらいに小さくしたのをスモールキャップと言います。この使い方は例えば略字とか、例えば、紀元前、紀元後というようなものだったりとか、書籍でいうと脚注だとか、柱だとかっていう時にこのスモールキャップを使って、まだあんまり確定はされてません。皆さん、この正雄隆夫が全部大文字で書いてあります。で、大文字で書いてある、これ大文字のことを英語でキャピタルって言います。だから全部大文字でやってくださいってことをオールキャップって言います。オールキャップ。次に小文字のこと、小文字のことを英語でスモールレターって言います。スモールレター、スモールレターっていうのは一般用語なんで、あんまりデザインとか関係ない方はスモールレターって言い方っていいんですけども、皆さんとかデザイナーさん、グラフィックのデザイナーさんはそういうふうに言わない方がいいです。小文字のことはロアケースって言います。ロアケースって何でしょう。ケースってなんだ。ケースってケースのことですよね。なんかしまうケースのこと。じゃあなんで小文字のことをロアケースっていうかっていう と、私のようなうちではちょっと違いますけど、外国では金属活字を使う活版印刷では、ケースを2枚使います。上の方にケースがあって、手前の方にあるケースを2枚使います。で、上のことのケースをアッパーケースと言います。手前の低いケースのことをロアケースと言います。わかります？で、そのロアケースに小文字が入っているんですよ。小文字で手前の方が、小文字の方が圧倒的に広い機械が多いのでロアケースって言います。だからロアケースに入っている文字、すなわち小文字のことをロアケースって言います。だからこの2番目みたいに大文字と小文字を組み合わせて組んでっていうことを、キャップアンドローって言います。キャップアンドローで組んでって言います。で、あるいは最初の字だけをキャップ大文字にして、あとを小文字、スモールキャップを使ってください。あるいはスモールキャップだけでも使えますよっていう言い方もします。こういう組み合わせの仕方もあります。で、スモールキャップのお話をしたとき、やっちゃいけないこと、やっちゃいけないことをシンタックス作文とかありますけども、それをで、おのおのスモールキャップというのがあります。スモールキャップ、2番目があるスモールキャップです。で、スモールキャップを面倒しくなって使わなくて、大文字を小さくして、これだと 80%、これだと 69% 縮小すると大体同じになりますけども、ほら、
見て分かる通りちょっと細くなっちゃうんですよ。これはちゃんとスモールキャップ用に設計されているので、この組み合わせをした時に太みがあんまりばらつきがない。だからスモールキャップを必ず使ってくださいよっていう、これはやっちゃダメですよ。もう一つ、なんか分かります？ A から H まで並べてあるのに、なんかちょっとこっちの方が短いんですよね。同じように普通に打ったんですよ私。ちょっと短い。それはスモールキャップっていうのは単に小文字を、大文字を小さくして、太みを調節しただけじゃなくて、スペースだとかあるいはちょっと幅だとかを調節して少しゆったりしてあるんですよね。だからそんなことでこれの組み合わせをしちゃいけないというのがそういう理由だからです。でスモールキャップを使うというのはコツですけども、これは普通にただ組んだだけ。これ下にスペースを大きくというかちゃんと取るというのがスモールキャップを美しく見せるコツですので、まあスペースの関係でそんなことができない場合もありますけど、よくにパッケージとかそういうのにはこういうように使うとすごくいい効果があるんですけども、日本ではあまりスモールキャップを使った優れたパッケージデザインをあまり私は見たことがないです。数字の話、これの数字のことをローマ数字と言います。ご存知ですよね。この1、5、10、50というのはアラビア数字と言います。おかしいですよね。ローマ字とアラビア数字組み合わせで我々は今日常使ってますけど、ちょっとおかしいですよね。ローマ字にはローマ数字が当たり前ですよね。下にここにあるのがローマ数字ですね。1、5、10、これ書いてありますけど、でも計算がすごく厄介。それなんで今はローマ数字とアラビア数字の組み合わせがいいと言われています。ただ数字には2種類あります。オールドスタイルフィギュア数字とライニングフィギュア、2種類あります。これを見て分かる通り、普通の組版、大文字小文字組版の中にライニングフィギュアを使うとここだけはすごく目立ってしまう。オールドスタイルフィギュアを使えばなんかディセンダーアッセンダーがあってよく小文字と馴染む。例えば企業の、そうですね、例えば経営姿勢だとか社長の言葉を使えるんであれば、伝えるんであればこっちの組み合わせがなって、でも後半にある例えば、そうですね、統計だとか、営業報告だとか予算だとかっていう時にはこの下のライニングフィギュアを使った方が読みやすいのと同時に桁数が揃えられる。同じ年数のことを同じ数字のことを言ってるのに、数字の組み合わせによって幅が、要するに桁が違っちゃうとまずいですよね。例えば経営報告だとかっていうのは、その時にはこのオールアラインフィギュアを使う。ただし現在では書体によっては、このオールドスタイルフィギュアのプロポーショナルと呼ばれていて、一つ一つの幅が違うのもあるし、オールドスタイルフィギュアといって一つ一つが等幅で同じ幅のものもあります。今だから4種類あるんですよね。F 号字っていうのがあります。普通に FF、FFI、FFL っていうふうに組むことはできますけれども、プロだったらちゃんとしたこういう組み合わせを使いましょう。もともとは活字の鋳造でちょっとこう出っ張ってるところが折れやすいので、例えば FY とか FFU っていうのを一つの活字にしてしまったのがことの始まりなんですけども、今はこういう組み合わせをした時には必ず F 号字を使いましょう。某、ユニークなクロードの会社があるんですけども、そこの、マフラーの FFL の方、これはそこで取ってきたんですけどね、ちょっとなんかヨレヨレなのがマフラー売ってたんですけど、私は買う気を失いました。これを見てストロークの省略、ロゴやなんか作るときストロークを省略するときあります。これは私が作ったんですけども、どうでしょうか、なんかありがちなデザインですよね。でもロゴの一番のとあれはなんか正式に、ちゃんと例えば社名だとか、商品名を一発で分かる、理解して
もらうというのはそのロゴとかロゴマークの、なんていうか一番重要なことだと思うんですけど、ちょっとあんまり読みづらいですよね。どうでしょうか。これ実際にある会社なんであんまり言えないですけど、KAWA ね。実は昨日世界街歩きっていう番があった、ブラ歩き、街歩きってありますよね。ですごくいい大好きな番組なんですけど、これ分かりますよね。たまたま昨日見て慌てて今日取り入れたんですけど、 E の上がないんですよね。でアキュートと呼ばれるあのカフェの E の上にあるチョンがだけしかないんですよね。でこれは間違ってますよね。 E の横棒がないんだもん、上のも。でもなんかいいでしょ。なんかおしゃれな感じしますよね。これもイギリスで、これは私が取ってきたんですけど、アンパーサンドと B のストロークを共有させてるんですよね。そうすると隣の L とアンパーサンドのもこうくっついて、くっつけることができるので、なんかこういうパッと見せたい時にはなんかおしゃれな感じがするかなと。次に E の横棒の省略、割とこう皆さんよく見るんじゃないですか。私はあの E の横棒を取っちゃうことがいけないとは言ってないんですけども、いけないんじゃなくてやり方の問題かなと。ただ単にやってしまうと、例えば多分とかで看板にするとこういう誤解をするときがあるので、やたらにはやらない。あの女性の方では今日いらっしゃるケイトっていうブランドがありますよね。ケイトっていうのは中島美香かなんかがやって、あの KA はあの中の用語を取ってるんですけども、あれいいですよね。あれはなぜかというと、こう一つ一つの空間が離れているので、A の横棒を取っても気にならない。ストロークが整っていて。僕は A の横棒をどんどん言いましたけど、これは A は1本しかないですよ、ストローク。この横を、このアンパーサンドの横で A の横を連想させ、このストロークでこの線を連想させてるんですよ。これうまいですよね。なんかこうロゴになっても、なんかこれは、モーションもちょっと分かりづらい下にあったんですけど、すごく感じがいいんですね。これはやっぱりうまいなっていう気がします。じゃあ最後にスペーシングを考えよう。私毎日こんな仕事してます。毎日こうで、私の場合はコンピューターじゃないんで、あのちょん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 っていうことはできないんですよ。本当の微調節はできないんで、0.5 ポイントの調節しかできないんですけど、毎日私こんなことやります。で、その正解とか不正解とかないんですよ、書籍とかそういうので。ただ私が考えると、どうも距離で考えるのはやっぱりダメですよね。もうやっぱり同じこれ距離にしてあるんですけど、みんな同じにも言えない。じゃあ面積で考えるって考え方もあります。でも例えば C とか K だと面積で考えるとあまり成立しないんですよね。じゃあ私が考えると、なんか一つ一つの文字になんか領域っていうのがあるんじゃないかなと。その字が持っているあんまり隣とくっつきたくないような領域があるんじゃないかな。それを計算して、例えば領域以外のところで面積を考えるといいかなっていうのはこの考え方なんだ。でそうするとこう大きく開く、大きく開くスペースを取ることになってても、このグレーのところだけを広げていけば割と均一にできるかなっていうのはこの考え方です。で、ガンダイプに住む私の友人の小林明さんというんです。この話を、まあ、彼も編集にも立ち会ったことあったんですけど、やっぱりどうしてね、これエンペロープっていう考え方が、エンペロープってあの封筒ですね、封筒がこんなような、要するに自分たちが文字に封筒を着させるっていうのがおかしいです。封筒に入れるかという形で、なんかやっぱり領域っていうのがあるんじゃないかっていう考え方やっぱりあるそうです。私はそれを聞いてすごく嬉しかったんですけど、ちょっと大幅に時間が出てしまったんでこれで終わりますけども、今蔦屋、代官山店で和井工房フェアというのをやってます。もしお立ち寄りの説は2月の中旬ぐらいまでやってますので、今日この本は
後ろの方に10冊ほど用意しましたので、活版印刷の特製封筒をつけて、税金含めると2625円なんです。今日は2500円っきりということでサービスさせていただきました。もしスターや大会になってもいったら、あのスターバックスがあるブースがあります。その通り石の後ろにこういう、ものが展示してあります。でこれは小平さんというデザイナーの方がやったんですけど、私はこの組版とフォントの書体の選択を私がやりました。これは6人の、ディキンズだとか、コナン・ドイルだとかという人の作家の本についてまつわるものを、6人分あるんですけど、その書体、その、作家に合わせた、なんていうか、あの書体を選んで、組版の監修を私いたしましたので、もし、お呼びの席はちょっと見ていただければと思います。なんか慌ただしく駆け足になってしまいましたけれども、一応私の方でこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。